きとミニとマムです。せーの、ジャガー。どうしたのニニ、なんかめっちゃ元気だったけど。いや、ちょっとテンション上げたい。あ、まあね、テンション上げてこう、今日は。今日やる企画はですね、手錠が学校で手錠鬼ごっこ。今回は手錠鬼ごっこということで、手錠して鬼ごっこしたいですが、フォートナイトではちょっと手錠つけることができないじゃないですか。確かにですね。でもどうしても手錠鬼ごっこがしたかったと。はい。で今回ね、妹が鬼ということで俺らが逃げる側。もうね、今手錠してる気分になってくれ。これで、はい、これはもうね、俺ら今通話してるんで、右左右左みたいな感じで、もう半径、もうこれ以上離れちゃダメなぐらい、はい、距離的には。なるほど。これ以上ぐらいで、まあ俺らで協力してこの鬼を倒そうみたいな感じのはい、まあ逃げ切ろう。はい、俺らの力見せるぞ。よし、スタート。お前の母ちゃんファンキー AKKIY 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 で、まあまあまあ、ここはね、もう俺は母校とかしてきてるからね、もうこれ何回も返す。いつもありがとうございます。ありがとうございます。よしよし、オッケー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 。これお前ら右と左行ったら俺避けるからね、これ。よしよし、はい、行こう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 、はい、これ逃げるときマジ本当にもうこうやって走るでしょ、普通に。大丈夫、来てる。やばいよ、これちゃんと、はい、ちゃんともう俺についてきて、ちゃんと普通にね、手錠してなくても無理なわけじゃん。だからマジで協力しなきゃいけなくて、掛け声大事っすよ。そうだね、もう掛け声大切だし、一回あそこ隠れる。あ、はい、一回あそこ隠れよ、裏。アッキーさんの動く通りにも。確かに確かに、そうだね、俺についてきて、もう距離こんくらい、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 マジでこんくらい、こんくらい、こんくらい。いやー、はい、いいね。二人は手錠つけたことあるの？いや、ないですけど。ちなみに俺はつけたことあるよ。悪いことを。あ、違う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 、なんか怖い、なんか監獄レストランみたいのがあるんよ。そこでなんかレストランみたいのがあって、もう本当になんかお化け屋敷みたいな感じなんだけど、入るとあ、なんか店員さんが出てきて、なんかあなた悪いことしましたかみたいな。で、なんか言わなきゃいけないの。なんかいっぱい今日眠りすぎちゃったですとか言うと、眠りすぎちゃった罪でじゃあ逮捕しますみたいな感じで、こう手錠つけられて席まで連れてかれるみたいな。そうそう、ちょっとぜひ2人もね、いつか行ってみて手錠をかけられてください。はい。待って、これ中だと危険だよな。まだ出てないけど、ちょこちょこちょこ、手錠かかってるから、ちゃんとついてきて、ついてきて。手錠かかってんだから俺ら。手錠かかってます。よしよし、はい、いや本当はね、妹でなんかできればよかったんだけどね。ね、今んとこに来てないわ。今んところ、そうだね、今んところは来てないわ。オッケーオッケーオッケー。今んところ、来てないわ。うん。とりあえず、うう今んところ、うん。あ、確かに今んとこ来てないっすね。そうだね、今んとこ来てないわ。今んとこ来てねえわ。おっと、これで逃げる。これで移動してれば。これで移動してれば。手錠や。これ一応手錠みたいな感じで。でもまだ今んところ妹見てないよ。やばい、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 ちょっと、画面の前、目の前にいた、目の前、目の前、逃げて、逃げて、早く、早く、こっち来て、こっち来て、オッケー、オッケー、馬力足んねえよ、これ、ちょっと覗いてみるわ、覗いてみるわ、あ、いるいるいる、皇帝のね、やばい、ちょっと、マジでやばい、ちょっと待って、これ、ガチ、皇帝走ってる、皇帝走ってる、皇帝走ってる。待って、右、やばい、これまずいかもしれない。ちょっと、これ、これ、校舎内で走るよ、もしやばかったら。はい。ちょ、俺についてきて、俺についてきて。もう、ここ、ここ。はいはい。あ、はい。来て来て、走る、走るよ。はい、俺についてきて、俺についてきて。ちゃんと、ちゃんとついてきて、走るよ。手錠してるからね。手錠が邪魔だ。いや、絶対俺についてきてね。うわー、怖い、怖い、怖い。助けてくれー。やばいよー。手錠されてるから。ちゃんと俺についてきて。やばいって、これ。ちょっと待って待って、ちょっと待って、開かない開かない、ごめんなさい。あれ、これ想像以上にきつい、きついですね。想像以上にきつくない？ちょっと待ってね、隠れてやっと3分経過したぐらいだったじゃん。はい。やばいなこれ。今回のサムネどういう風にお願いしようかな。俺らが手錠してて、俺が真ん中で、はい、なんかモムとニニが右と左行って、おい引きちぎれるみたいな感じしようかな。ああ。じゃあそのシーン撮ろう今。行くよ。じゃあ鬼来た鬼来たみたいな感じで言うから、俺がよし逃げるぞっつって、モムとニニが右と左に行って、ちぎれるってシーン。行くよ。じゃあまあ普通にこうやって待ってて。
はい、あ、鬼来た後ろから鬼来た、え、いや、ちぎれる、やばい、やばい、やばい、ちょっと待って、やばい、じゃあちぎれる距離感じゃないよ、もうちぎれてるよ、それはもうちょい、もうちょいさ、ちょっと、ちょ、一歩ぐらい、一歩ぐらいね、あ、じゃあもう一回行く、そう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 、行くよ、はい、で、後ろから鬼来た、逃げるぞ、逃げるぞ、逃げるぞ、いや、ちぎれる、オッケー、これが3名になります。やばいやばい、早くちょっと校舎入って上行こう、上上上、じゃあここに持って、やばい、ちょっと早く早く、ほっ、手錠手錠手錠、手錠が、手錠、危ない危ない、ほっ、マメ、マメ、早く早く、手錠、しゃがんでしゃがんでしゃがんで、もうイモればいいんだよ、これは、しゃがんでしゃがんで、オッケーオッケーオッケー、ここで一生過ごせます、一生イモるよ、俺怖え、どこ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 、そっちいます、どこどこどこ、あ、そっちいます、やべ、しゃがんでしゃがんで、もっと、やばい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 、寝たい、うえー、うわ、まだ降りない、まだ降りない、まだ降りない、いや、飛んでいった、あ、降りたんじゃない、飛んでったか、一回立ってみるわ、よいしょ、ちょっと2に行ってみる、ちょっと移動します、オッケーオッケー、じゃあ2についていくわ、あ、もむ、もむ、どっちも、あ、ちぎれ、ちぎれる、あ、だだ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 、もむ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 の方行こう、もむの方行こう、オッケーオッケー、協力しよう、はい、オッケーオッケー、はい、いないです、お、いや、下降りた、下ね、足音、あ、いれ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 、ここの校舎、下行かん、で、トイレにもらん、あ、待って待って、ダメ、こっち入った、こっち入った、一回、一回しゃがみ、一回しゃがみ、オッケーオッケーオッケー、一回しゃがみ、一回しゃがみ、あぶねー、いや、これさ、下、下のさ、ちょっと校舎の中のさ、ちょっと、今あっちのさ、校舎にいるからついてきて、なんかトイレ、トイレの中に戻るぜ、ジャンプできなかった、オッケー、行こう、行こう、行こう、もうね、イモるしかねえから、手錠してる間は、はい、もう脱獄犯みたいな感じになってるな、そうなると、あー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 こんな帰ってこんな帰って、危ねえ危ねえ危ねえ、これもう一人一個、一人一個、一人一個、よいしょ、ちぎれるか、ちぎれるか、一人一個、よしよし、オッケーオッケー、確かに一人一個でちぎれるか、じゃあ一番奥にみんなで入ろう、大丈夫、はい、入って入って、寝れないです、オッケーオッケー、ちぎれた、やばいやばい、早くちぎれるから、ちぎれるから、オッケー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 、やばー、バレるって、どういうことだ今、バレるって、あ、何これ、何個、え、カーテン、お、このロッカールーム、いや、足バレる、やめといた方がいいな、あ、これさ、こっち行ってこことか、あ、登れないか、なんか、なんか、あ、一回ピンタイ、こっち行って、これ手錠が、いや、手錠やばい、そっからこう、無理だね、あ、ここの上とか逆にバレない説ない、ここ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 、じゃあちょっと、もうここまで来たら入ってくるのちょっと気になるから、ちょっと、言ってみるわ、あ、はい、大きい方の学校の3階にいるよ、ハート、あ、既読ついた、お、これ来るぞ、あ、来てる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 、びっくりした、すげーすげーすげー、バレバレ、やばい、急に足音聞こえたね、来てる、怖い、来てる来てる、もう見つかったら終わりだからな、ほぼ、あ、今、足見えた、入ってきた、入ってきた、マジですか、入ってきた、入ってきた、え、やばいやばいやばい、え、バレない、えやばい、バレないんだな、これが、すごいっすね、これ、すげえ、やっぱり上は見ないんだ、どっか行った、どっか行った、これぞ、手錠のね、力ですよ、これね、頭をしっかり使ってやんなきゃいけないから、もう GO!四、三、二、一、イエーイ！いやー！よし、逃げ切ったぜー！よしかー！手錠かくれんぼ逃げれましたー！今度は俺が鬼やるぜー！こっち視点いりますか？あ、そっち視点欲しいです。それそれだ。いやー、でもなー、モムシェンめちゃくちゃ画質悪いからなー、マイクラの時、あー、言ってやるよ、ニーニー、 YouTube 始めようとしてるくせに画質悪いの、かっこ笑って YouTube 始めるくせにやっちゃうぜ、よいしょっと、まあ、仕方ねえ、お前らのチャンネル概要欄に貼っといてやるわ、ありがとうございます、その代わり銀の盾ゲットしたろ、お前ら本当に俺に感謝して、あの、もう本当に本当に感謝して、感謝しろよ、めっちゃしますもん、銀の盾見せてくれ俺に、じゃあこっからは俺が鬼やります、はい、で妹ちゃんはちょっとお豆みたいな感じで、モムとニニが手錠して逃げるみたいな、はい、お前ら罰ゲームあるからな今回、あるんすか、楽しみにしとけよ、じゃあ次はいなくなります、バイバーイ、さあやってまいりました、鬼アッキーでございます、
です。角が2本生えております。あなたたちは鬼です。頑張って逃げを探してください。いやー、あいつら手錠してるんだよな。だったら負けるわけがねえんだよ、この師匠がな。それ体育館行く、体育館。体育館行こうか。体育館行こう。あのさ、最強の隠れ場所あったやん、体育館なの。うんうんうん。あそこ行こうよ。いいよ。マックス忘れてるべ。忘れてるよな、絶対。大丈夫大丈夫。多分大丈夫。ここなら。あれ、オッケー。よし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 。突然の高校生になりきって100の質問答えてみたー。イエーイ。高校生になりきって答えていきたいと思います。1、クラスとお名前を教えてください。クラスは1年 B 組、あ、じゃあ C 組か、 C 組、 D 組だっけ。出身地はどこですか。東京生まれ、東京育ちです。さあ、最寄りはどこ。最寄りは、それ始まってしまいました。どこにいるんだあいつら。ヤッキーさんやったらまず天井じゃないわ、何だっけ、屋上、屋上、そうそう、眺めるよね、屋上から眺めてる。で、なんかトイレとか行きそう。そう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 。おい、シャッター、どこにいるかな。まずは漢字取るところからが大切なんすよ。いないな、全然いないな。まあでも手錠してるから見つけたらもう勝ちなわけじゃないですか。ってことはやっぱりバレないとこに隠れてると思うんだよ。で、バレないとこといえばやっぱ体育館ですよね。やっぱ体育館倉庫とか怪しいよ。体育館倉庫にね、2人で手錠していたらもうそれはもういろいろとやばいけど、さすがにいないね。すげえ、飛び箱だ、123って書いてある。ぴょーん、飛べた。ここ怪しすぎるでしょ。いや、いないか、いない、いない、いないか。くそー、やばいやばい、怖い怖い。体育館だよね。体育館、体育館。ここに鉄棒あることある。ここに、うん、ちなみに俺は逆上がりできたんですけど、保育園の時に初めてできたんですよ。で、あの、そこの保育園では逆上がりできるのが2人しかいなくて、なんか女の子にモテましたね。なんか逆上がりできると多分保育園だとモテます。で、小学生は足が速いとモテます。はい。で、中学生は、中学生なんだろう、頭がいいと思ってる。で、高校生はまあイケイケだと思ってる的な感じなんかな。すいません、女子目入ってしまいました。え、待って、マジでいないんだけど。え、あいつらどこに隠れたの。いやー、7分ぐらいか、ここで耐えれるか。え、待って待って、マジでいない、やばいやばいやばい、マジでやばいんだけど。ちょっと待って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 、全然まだ見れてないし。いや、絶対気づかん。もう自信ある。ある自信ある、もう絶対。罰ゲームあるって言ったからさ。あ、そっか、見つかんなかったらさ、アッキーさんが罰ゲーム。ほんまや、罰ゲーム、罰ゲームあるやん。そういえば罰ゲームあるんだよ。うーわ、めっちゃ忘れてた。動画的にこれ死んだ方がいいかなとか思ってたわ。危ない危ない。罰ゲームやった。この上空から降りる感じで見つけるのどう。いや、このウサギ小屋とか怪しいんじゃねえの。いないの、その辺。あー、いねえのか。え、怖いな。え、近い近い近い、やばい。いねえよな、まずいぞこれ。え、あ、ちょっとこれ誰かいるな。忘れている。お願いよ。いたぜー、ザバーミヤ。俺も踊ってた。おい、逃がさねえ。踊って逃げればいい。あ、ちょっと待って、引っかかって、いろいろ。逃げて逃げて、よし逃げるぞ。行けー。いやー、お前手錠してるんだよな、お前ら。はい、ジェッジ。お前の相方いなくなってんだよ。イエー。忘れてないんかい。忘れてないんかい。マジかよ。あとは両手を手錠してる妹だけか。一番辛くない、両手手錠して一人で走ってんの。転んだら顔面から絶対行くからね。おー、みんなは最近転びましたか。俺は家で結構盛大に転びました。まあ、転んだって言ってもつまずいたというよりは、ベッドの端にあのすねぶつけて、もう痛すぎて自分からベッドに飛び込み転びをしたみたいな感じですね。はい、
ガチで痛くてすねマジであざができて痛かったです。はい、まあ、とりあえずあいつらにあの罰ゲーム何にするか考えとこう。いや何かセリフとか言わせちゃおうかな。いやでも待って、そんなこんな言っててもあと2分半妹を見つけなきゃまずい。わあ気づいてないふり、気づいてないふり。いやどこだろうみたいななんかスパイダーマンみたいな感じでいたけど逃げてるわ。くそ、うまく逃げやがって。やっぱ俺が気づいた、いやあからさまに気づいちゃった。あ、いた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 、俺のかわいい妹ちゃん、俺のかわいい妹ちゃん、遊ぼうよ、へへ、遊ぼうよね、俺のかわいい妹ちゃん、遊ぼうよ、近くにいてくれ、残しちゃうよ。かわいい妹ちゃん、遊ぼうよてかあそこのなんか国旗のとこにいたんだ。えい、はい、ごめんでしょい。お疲れいやーマジか、分かってたのか、アッキーさん。絶対アッキーさん忘れてると思ってた。なんか入る前に足音聞こえたんだよね、はい、どっちか動いたっしょ。で、あ、いるなーと思ってチラッて見たら二人いて、まあこう重心重心だよね。やだじゃあ罰ゲームということで、うわ怖いなー、罰ゲーム怖いよ。レベル、あのレベルの分だけ、レベルのなんか罰ゲームセリフを言ってもらいます。うわー二人何レベル、ちなみに53です。お24です。さあさあ何があるかな。じゃあニニーのかっこいい罰ゲームセリフまで3、2、1。見なよ俺のそばに。何言ってんのニニー。殺してください。じゃあ次モムね。やばい。あーこれちょっと俺のになってるけど、これ私のとかうちのとか自分の一人称に変えてもらって。はいはいはい、ねえ絶対ダメだよ。これちょっとバス、これバス俺よりちょっとまあまあ別に普通じゃない。これだってバスケのさシーンのワンシーンかもしれないよ。そう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 。じゃあそんなモムの罰ゲームセリフまで3、2、1、キュー。私の攻めはこんなもんじゃないのにあ、その後にシュート決めるんだよね。そうなんですよ。はぁ、マジで勝ってよかった。はい、じゃあ撮影終了。今そこ押さないとなんかいろいろあるね。